動物、単数、アニマルとは、生物学において、生物の系統群の一つ。動物という言葉がつく、分類群名としては、構成動物や原生動物があるが、本校でいう、動物は、構成動物の方を指す。校舎は、進化的に異なる雑多な生物をまとめたグループであり、いずれも、構成動物とは別系統である。日常語において、 動物とは一の意味の動物のうち、人以外のもの、特に哺乳類に属する生物を指すことが多い。本校では一の意味を解説する。動物は、哺乳類、爬虫類、鳥類、両生類、魚類といった、脊椎動物はもちろん、貝類、昆虫、サナダムシ、海面など、幅広い種類の生物を含んだ、系統群である。 20世紀末の分子遺伝学の知見を踏まえると、生物は新生細菌、古細菌、深核生物の3つに分かれるが、動物はそのうちの深核生物に属し、他に、深核生物に属するものとしては、植物、菌類、原生生物が挙げられる。なお、原生生物の一部である。原生動物は、本校でいう動物とは別系統であり、しかも、 他系統であることが判明している。なお、初等教育では3度目因説以前の2解説ないし5、解説に基づいて、生物の分類を説明している。2解説に基づいた説明では、原生動物を動物とみなしていたが、すでに述べたように3度目因説では、動物とは別系統であるとみなされている。一方、5解説での動物は3度目因説のものと、 基本的に同じであり、原生動物は原生生物として動物とは区別されている。動物は深核生物の中ではオピストコンタという単系統性が強く支持されている系統群に属し、ここには動物以外に菌類や一部の深核生物が属する。オピストコンタに属する生物は後ろ側にある一本の弁棒で進むという共有形質を持ち、 動物の生死や、壺ぼかびの胞子が持つ弁毛がこれにあたる。さらに、オピストコンタには、ホロゾアという系統群と、ホオロミカターという系統群があり、動物は、前者、菌類は後者に属する。なお、動物の起源とされるエリベンモウムシもホロゾアに属する。動物の細胞は、すべての真核生物の細胞に共通した以下の構造を持つ。典型的な動物細胞には、 以下のような細胞小器官がある、典型的な動物細胞の模式図核固定、細胞核の中に存在する分子密度の高い領域で、ナノ転写やリボソームの構築が行われる。細胞核、細胞の遺伝情報の保存と伝達を行う。リボソーム、メッセンジャー RNA の遺伝情報を読み取って、タンパク質へと変換する機構である翻訳が行われる。症法。 細胞内にある膜に包まれた袋状の構造で細胞中に物質を貯蔵したり細胞内外に物質を輸送するために用いられる代表的なものに液胞やリソソームがあるソメン胞体リボソームが付着している小胞体の総称ゴルジ体扁平な袋状の膜構造が重なっており細胞外へ分泌されるタンパク質の倒査収縮や リボソームを構成する、タンパク質のプロセッシングに機能する。微小管、細胞中に見出される、直径、約25ナノメートルの環状の構造であり、主に、チューブリンと呼ばれる、タンパク質からなる。細胞骨格の一種。細胞分裂の際に形成される分裂装置の主体。活面小胞体、リボソームが付着していない、小胞体の総称。 通常細管状の網目構造をとる。素面小胞体とコルジ複合体シスモートの移行領域、素面小胞体との連続部位に存在する。トリグリセリド、コレステロール、ステロイドホルモンなど脂質成分の合成や CA2 の貯蔵などを行う。ミトコンドリア、二重の生体膜からなり、独自の DNA を持ち、分裂、増殖する。 マトドナは ATP 合成以外の生命現象にも関与する。酸素呼吸の場として知られている。また、細胞のアポトーシスにおいても重要な役割を担っている。マトドナとその遺伝子産物は一部が細胞表面にも極在し突然変異は自然免疫系が特異的に排除する。ミトコンドリアは後期性細菌で リケッチアに近いアルファープロテオバクテリアが深核細胞に強制することによって獲得されたと考えられている。液胞、電子顕微鏡で観察した時のみ、動物細胞内にも見られる。主な役割として、ブドウ糖のような代謝産物の貯蔵、無機塩類のようなイオンを用いた浸透圧の調節、リゾチームをはじめとした分解酵素が入っており、不要物の細胞内消化。 不要物の貯蔵がある。細胞質基質、細胞質から細胞内小器官を除いた部分のこと。真核生物では、細胞質基質はどちらかといえば、細胞の基礎的な代謝機能の場となっている。リソソーム、生体膜に包まれた構造体で細胞内消化の場。中心体、細胞分裂の際、中心的な役割を果たす。動物の細胞は、 コラーゲンと伸縮性のある糖タンパク質からなる特徴的な細胞外マトリックスで囲まれている。細胞外マトリックスは細胞外の空間を充填する物質であると同時に骨格的役割、細胞接着における足場の役割、細胞増殖因子などの保持、提供する役割などを担う。また、動物細胞は密着結合、キャップ結合、 接着範などにより細胞結合、細胞接着している。海面動物や平板動物のような少数の例外を除き、動物の体は組織に分化しており、組織としては例えば筋肉や神経がある。トンボの交尾ほぼすべての動物は何らかの形で有性生殖を行い、その際減数分裂により一倍体の配偶子を作る。二つの配偶子が融合することで、 新しい個体が生まれるが、この場合小さくて運動性がある配偶子を生死、大きくて運動性を持たない配偶子を卵子といい、配偶子が融合する過程を受精、受精の結果出来上がった細胞を受精卵という。また生死を作る個体を、オス、卵子を作る個体をメスという。一つの個体が生死と卵子を両方作れる場合は、子誘導体であるという。 一倍体である精子と卵子が受精することで、二倍体の受精卵が形成される。この際、精子由来のミトコンドリアは酵素により分解されるので、ミトコンドリアは卵子からしか受精卵に伝わらない。放胚形成、一相実肺、に放胚受精卵は、卵活という細胞増殖を繰り返すことで多細胞の肺を形成する。 一般的に卵活の際は核は複製されるが細胞質は卵細胞のものを分割して使うという特徴がある。一般的に卵活が進むと肺の内部に隙間が形成され、この隙間が広くなったものを包肺空といい大きな包肺空が形成される。磁気の肺は包肺と呼ばれる。なお、昆虫や両生類など多くの動物では、 卵葛期の細胞増殖を急激に行うために、通常の細胞分裂で行われる一部の過程が省略され、放肺中期になると、この省略が終わる。それに対し体制の哺乳類では、こういった省略は起こらない。肺が形成される過程で、体軸という体の向きが決定がなされ、その向きには、前後軸、肺腹軸、左右軸などがある。 例えば両生類では、生死が受精した位置により、肺腹軸が決まり、受精した側が腹側、その反対側が肺側になる。一部の原始的な動物以外は、放肺後期になると肺葉が形成される。肺葉には将来消化管になる、内肺葉、将来表皮や神経系などになる、外肺葉、そして体の、それ以外のところになる、中肺葉の3種類がある。 典型的には、この際内肺葉の部分が干没し、幻腸が構成される。この時期の肺を幻腸肺という。なお、全左右相称動物の場合は、海面動物のように肺葉が形成されないものや、内肺葉と外肺葉の二つのみしか形成されない動物もいる。これに対し肺葉が三つとも形成されるものを三、肺葉性の動物という。脊椎動物などでは、 この後神経管が形成される神経背景へと進む。例えば鶏では外肺葉に神経板という領域ができ、それが肺の内側に丸まることで神経管ができ、さらに直下に脊索が形成される。神経管の前方には前脳、中脳、後脳という三つの膨らみが形成され、これらが将来脳になる。脊椎動物などでは、 組織や機関を形成するため、肺細胞が特定の機能を持った細胞に変化する。この際、基本的な細胞機能の維持に必要な遺電子の、機能は残しつつ、特定の機能に必要な遺電子を新たに発現し、逆に分化後には、不必要になる遺伝子を DNA メチル化により不活性化する。積作の両側の添い軸中肺葉から大切が形成され、 大切と隣接した外側の中間中胚葉からは人説が形成される。大切はやがて非節、近接、交節に分かれ、これらはそれぞれ皮膚の神秘層、骨格筋、椎骨などが形成され、人説からは腎臓や生殖腺が形成される。中間中胚葉のさらに外側には予定心臓中胚葉という将来心臓関連の組織になる部分があり、これは 壁側中胚葉と臓側中胚葉に転移する。前者からは対抗を覆う胸膜や腹膜が形成され、後者からは心筋、平な目筋、血管、血球などが形成される。心臓は生命の維持に不可欠なので、発生の早い段階で中胚葉から形成される。なお、予定心臓中胚葉は中胚葉の正中線を隔てた両側に2つ存在するが、 これら二つは移動して、肺の前方で合流して、心臓を形成する。脊椎動物では、外肺葉と中肺葉の相互作用で死死が形成される。人の手足は水鳥と違い、指の間に水かきがないが、これはアポトーシスの作用で、水かき部分の細胞を自殺させているためである。動物の起源については、 単細胞生物のエリベンモウムシが集まって多細胞化することで海面動物のような動物になっていったと考えられる。なお従来は上述したエリベンモウ虫類から進化したとするヘッケルの説とセンモウ虫類から進化したとする蜂の説が対立していたが分子遺伝学の成果によれば18スドナに基づいた解析などにより動物は エリベンモもル類を姉妹軍に持つ、単系統な軍であることが示されており、ヘッケルの説が有力とされている。サキカンブリア時代30億年以上前に、地球上初めての生物が誕生したと考えられており、深刻生物の最古の化石は21億年前の地層から発見されている。動物の起源は10から12億年前まで、遡れると、 分子系統解析と古生物学的証拠から推定されている。2012年現在、動物のものかもしれない最古の化石は2012年に、ナミビアの7億6千万年前の地層で、発見されたオタビアという0.3から5ミリメートル程度のカリン島のような形をした、小さな殻で、海面動物だとすると表面に空いている、多数の細胞から微小なプランクトンを、 ろ化接触したものと考えられる。また、オーストラリアの南オーストラリア州からは6億6500万年のトラソナフォーメーションという化石が発見されており、これも初期の海面動物ではないかと考えられている。エディアから生物群の一つであるリッキンソニア次に古いと思われる多細胞生物の化石は6億2000万年から5億4200万年前の エディアカラ生物群である。これらは、四法動物、関係動物、極秘動物の仲間であるという解釈もあれば、一部には、原生動物とは全く違う、動物群とする解釈もあるなど見解が定まっていない。エディアカラ生物群は、新源生代、クライオジェニアン期の全地球凍結の後に進化的に拡散したと考えられ、カンブリア爆発の頃にその多くは姿を消した。 古生代カンブリアキの生物アノマロカリスの復元図古生代のカンブリアキになると化石に残る硬い骨格を動物たちが獲得し短期間で多くのボディプランを持つ動物群が登場し海面動物、軟体動物、湾食動物、節足動物、極秘動物、関係動物、積作動物など現在の動物門のほとんどを占める30余りの動物門が生じたとされる ただし、分子系統解析によればこれらの動物門は、最古の化石より10億年以上遡ると推定されている。カンブリア期に突然生物が増えたように見えるのは、この時期に化石に残りやすい生物種が増えたからに過ぎない。カンブリア爆発は2000万年から2500万年続いた。オルドビス期にはカンブリア期までに登場した動物門が大きく適応放散している。 オルドビス期末に大量絶滅があったが、無学類は生き残り、シルル期に多様化し、顎のある脊椎動物も登場した。デボン期には甲骨魚類が多様化し、石炭期には両生類が繁栄、ペルム期には爬虫類が繁栄した。シルル期には最古の陸上動物の化石である節足動物タワシ類が登場し、デボン期に節足動物が多様化。 石炭機には羽を持つ昆虫類が登場した。中世代トリケラトプスの骨格化石ペルム期末には地球史上最大の大量絶滅が起こり、中世代三畳期には海洋生物が大量に絶滅。哺乳類が登場した。ジュラ期には恐竜が繁栄し、鳥類も登場した。また、軟体動物の殻を破るカニ類や甲骨魚類が進化し、これに対抗して、 暑い殻をもつれ合い軟体動物が進化した。白、秋までには、原生の昆虫類のほとんどが登場。白秋末には、巨大隕石の衝突による、大量絶滅が起こる。新生代新生代は哺乳類が優勢になり、鳥類、昆虫類、新骨魚類も適応放散し、現在と同様の動物賞が形成される。新生代の後半にあたる、第四期には、 人類も出現した。化石動物について、蒸気の分類される、現存動物門のいずれにも属さないとして、新たな動物門が提唱されることがある。これらについては、歌方のごとく提唱されては消えていくものも、少なくないが、主なもののみ挙げる。下記は、動物界の系統樹を門レベルまで描いたものである。ただし、2018年現在、 分子系統解析が進展中ということもあり、下表は今後も若干の修正が加えられていくものと思われる。なお、1990年代以前は、左右相称動物は、幻聴が口になるか否かで前口動物、後口動物に分類され、さらに対抗が無対抗、偽対抗、魔対抗のいずれであるかにより分類されていた。 しかし1990年代の 18S 内電子の解析により、対抗の違いは進化とは関係ないことが判明し、上述の意味での後口動物は単系統でないことが示されたので、いくつかの動物門を進行動物から外し、前口動物に移した。このような変更を施した後の前口動物が単系統であることが指示されている。海面動物門、平板動物門、 四方動物門、有句子動物門の四つは左右相称動物に含まれない動物門である。これらをまとめて便宜的に全左右相称動物と呼ぶこともある。全左右相称動物に属する動物は体の左右相称性がない。ここに属する四つの門の間の関係、およびこれら四つの門と左右相称動物との関係は2010年現在、 分子系統解析でも定まっていない。おそらく動物全体の中で全左右相性動物である海面動物が最も祖先的で最初に分化した後、性動物であると2017年現在考えられている。海面動物は相性性がなく配応がないなど、最も単純なボディープランを持つ。海綿動物の細胞は化するものの、組織を形成することはなく、 複雑な器官を持たない。四方動物とありく動物の体は放射創傷性を持ち、唯一の空どころである異空の開口は口と肛門を兼ねる。これらの動物門の細胞は組織に分化しているものの器官を形成していない。中泡葉が形成されないに泡葉性の動物であるとされるが、細胞性である肝獣式を中泡葉とみなし、 ヒドロムシツ内以外の司法動物とすべての有福士動物を三配用性とみなすことも多い。司法動物は手に司法があり、物理的、または科学的刺激により毒を含む差し糸を発射する。死有遺体、単体と軍隊がある。表衛性と付着性という生活様式の異なる二つの型を持ち、両者は上下を逆さにした形。それに対し有福動物はすべて、 クラゲ型。二放射総症で透明な脆弱な体を持つ。死有動体。平板動物は1ミリメートル程度の薄い盤状の多細胞動物で、専門ひらむし一種のみとされるが、様々な地域から見つかるため複数種である可能性も高い。四つの門を除いたすべての動物門が左右総症動物である。左右総症動物は完全な三排溶性で、体が 左右相称。左右相称動物は、口と肛門、およびこれらをつなぐ消化管を持ち、体内に対抗内視、偽対抗を持つ。左右相称動物のボディプランは、前方と後方の区別、腹側と背側の区別がある傾向があり、したがって、左側と右側の区別も可能である。運動の時体の前方へと進むので、進行方向にあるものを識別する。 感覚器や餌を食べる口が前方に集まる傾向にある。多くの左右相性動物は感情筋と重相筋のペアを持つので、ミミズのような体が柔らかい動物では水力学的骨格の全動により動くことができる。また多くの左右相性動物には、専毛で泳ぐことができる妖精の時期がある。以上の特徴は例外も多い。例えば極秘動物の生態は、 放射奏症であるし、寄生虫の中には極端に単純化された体の構造を持つものも多い。チングズムシと無腸動物からなるチ人無腸動物門は最も祖先的な左右奏症動物であり、チ人無腸動物以外の左右奏症動物からなる有人動物ナフレソアと区別される。チン無鳥動物の単系統性は分子系統解析から強く支持されている。 神武町動物門は当初進行動物に分類されたが、その後の研究により当時知られていた左右総称動物のいずれにも属さず、これら3つの姉妹群となることを指示したため、現在の位置に落ち着いた。2018年現在神武町動物門の位置に関する議論は完全には収まっていないものの、落ち着きつつある状況にある。泡吹虫の脱皮体を覆う口くらの脱皮を、 行うという共通の特徴を持ち、抗議の線形動物、有極動物、反節足動物の三つに分類がなされている。抗議の線形動物、ネマトゾア、またはネマトゾアは、海中、行中、アニサキスなどからなる線形動物門と、ハリガネムシメと有線虫目からなる類線形動物門により構成される。例として、寄生生物を多く挙げたが、 自由生活を送る、線形動物もいる。有極動物は、冠棘という、主に頭部に数列ある環状に並ぶ棘を持つという、共有性質から名付けられた。鼻状器官という感覚器を持つことと、頭部が反転可能なこと、偽対抗を持つことも、共有性質である。なお、盲学動物の系統は2010年現在不明だが、 接触動物との禁煙性が示唆される成果もある。反接触動物、反接触動物は動物界最大の門である。接触動物を含む系統群である。反接触動物は大切を持つことを特徴とする。関係動物も大切を持つため、歴史的には関係動物も接触動物の禁煙であると考えられていたが、分子系統解析により、 近縁性が否定されたため、関係動物は、反接触動物ではなく、管理動物に分類されている。接触動物の系統時は、以下のようになっている。六脚類は、抗議の昆虫類で内学類と外学類に分かれる。甲殻類は、エビカニ類、ミジンコ類など。反甲殻類における六脚類の系統位置は、議論の的となり、初期の分子系統解析では、 エラーシズナに禁煙とされていたが、後にさらなる全面的な解析が行われ、2019年現在に至って脳の構造に共通性を持つムカデイビズナが六脚類の姉妹群として有力候補とみなされる。反節足動物は節足動物門以外にはカンフ動物門とあり爪動物門を含む。絶滅した群まで範囲を広げるとハーシュ動物と呼ばれる。 古生物をも含む、カンフ動物門に属する動物は、クマムシと呼ばれる動物であり、ゆっくり歩くことからその名が名付けられた。陸上に生息する種では、クリプトビオシスという極限状態に耐えられる、休眠状態になることが知られている。湯メ動物門に属する動物は、カギムシと呼ばれ、原生種は、あアリめ目のみ。カンブリア紀に多様化したハーシ動物は、 原生の反接触動物の三つの動物門、いわゆる接触動物、寒腐動物とあり爪動物のそれぞれの最後の共通祖先を含んだ側系統群であると考えられる。多くのハーシ動物は一見で原生のユーツメ動物らしい外見を持ち、かつては原始的なユーツメ動物として分類された。しかしその後、接触動物と寒腐動物らしい形質を持つ。 ハーシュ動物の発見に至り、ハーシュ動物とアリツメ動物の多くの共通点は、両者の系統的類縁関係を反映していない、反接足動物の共有原始形質とみなされるようになった。巻貝の肺の螺旋卵葛このグレードに属する、ほとんどが螺旋卵葛を行うという形質を持つため、螺旋動物もしくは螺旋卵葛動物と呼ばれる。 寒林動物と呼ばれる場合もあるが、本校を含め、寒林動物の名称螺旋動物のサブクレードに用いるケースもあるので注意が必要である。螺旋動物は、単額動物、吸鉄動物、寒林動物という3つの系統を含む。前者2つを合わせたものを扁平動物と呼ぶこともあるが、本校の系統樹に用いた参考文献では採用されていない。 管林動物はトロコフォア型の妖精を持ち、ミミズや誤解を含む、関係動物門、貝類やタコやイカを含む、軟体動物門などからなる。軟体動物受精から9時間の海洋性の、複足類、ハリオティスやシニナのトロコフォア管林動物に属する、軟体動物門は、節足動物門に次いで、大きい門で、三杯養性、またイコウを持つ。大切がない。 骨格がなく軟体。一般的には体は頭部、内臓肝、足からなり、外頭膜が内臓肝を覆っている。外頭膜が分泌した石灰質の貝殻を持つことが多い。軟体動物の分類は、系統解析により一部修正が施され2018年現在は体全体を覆う大きな殻がある有核類と石灰質の棘を持つ、 有曲類に大きく分かれるという仮説が有力視されており、軟体動物の綱は以下のように分類される、有格類は綱レベルの単系統性は多くの場合保証されているが、綱レベルの系統関係は2018年現在一致を見ていない。なお、シャミ、仙蓋は、貝という名称で、該当膜もあるものの、湾足動物門に属している。関係動物艦胎類とヒルズが、 タモウ類を含むほか、かつては独立したもんだと思われていた夕髭動物、ユムシ動物、生口動物を含むことが分子系統解析から分かり、タモウ類が多系統であることも分かった。腹口が口になる動物と腹口が肛門になる動物。歴史的にはこれが前口動物と後口動物を分ける基準であった。後口動物は極秘動物門。 反作動物門、赤作動物門を含み、進行動物とも呼ばれる。2018年現在、極秘動物と反作動物が、姉妹群をなすという説が大勢を占めており、これら二つを合わせて、水空動物もしくは二重動物という。後口動物は、歴史的には肺にできた腹口が口になる、前口動物に対し、腹口が口にならず新たに口が開く動物として、 定義されていたが、1990年代に分子系統解析が始まると、この歴史的な意味での後口動物は単系統にならないことが示されたので、盲学動物や夕霧動物などが後口動物から前口動物へと移され、前述の門のみが後口動物として残された。この変更以降も、後口動物という系統文明を用いるが、盲学動物や ユーヒゲ動物のような腹口が口にならない動物も、前口動物に含まれていることになるので注意が必要である。なお、ユーヒゲ動物は、関係動物の都がにする意見が受け入れられている。水空動物、水空動物は、妖精の形態、三体構成、軸機関などの共通性を持つ。極秘動物は、生体の放射層症、三肺妖精、海にのみ生息し、 自由生活。わずかな種を除き定性性。私有遺体が多い。消化管は口から肛門につながるが、一部の種では肛門が大化。海ゆりモヒトデズナ、ナマコズナ、ウニズナからなり、これらのうち、海ゆりナが最も祖先的だと考えられている。反作動物は、ギボシムシズナとふさかずきナからなり、 前者は数センチから2メートル程度の前中上で、下下中に住み、後者は数ミリ程度の個体が軍隊を作り、生肝内に住む。脊索動物脊索動物は我々脊椎動物を含む動物門で、脊索を持つという特徴を持ち、以下の3つに分類される、馬など人間が死液に利用する動物を、死液動物という。西欧の動物保護法は、 死役動物の保護から出発した。人間が畜産に利用する動物を畜産動物という。イギリスの動物の福祉の考え方はもともと畜産動物を対象として出発した。愛顔動物とは一般に家庭などで愛顔のために飼育されている動物で特に愛顔飼育を目的として改良、繁殖が行われてきた動物を言う。展示動物とは 動物園で展示されている動物のように展示を目的として飼育されている動物を言う。実験動物とは、ラットやサルなど実験を目的として飼育されている動物を言う。ありがとうございます。